おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日もおむすび続きやっていきましょう。あー、前回はねちょっともうボロンボロンに泣いてしまいましたが、絶対にもののけになりかけているイッサさんを助けるっていう誓いを私の心の中でいたしました。っていうか、もののけになってても君を愛すると誓いました、勝手に。ということでね、早速、なんだっけ、おばあちゃんに森のところでみそぎ場に行って、みそぎしてきましょうねーって言われたから、ちょっとしてくるわ。行くぞ。で、森はどっちなの？森はこっち？お姉ちゃん、森はそっちじゃないよ。なるほど。森はあっちか。さっき、出てきたところ？こっち？こっちかな？ここかな？あ、お兄ちゃんダメダメ。こっちは天道隊がいるからね。見つかっちゃうよ。あ、ダメなのね。これもう一回来ることになるかな？天道隊のところに。あ、森はこっちじゃない。どっちよ、森。どっちって教えてくれないとわかんないわよ、私。方向音痴なんだから。こっちか。わかった。あれ違うの？どこ行きゃいけん、どこ行きゃいいんだ、もっ、なに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 、どっか分かりやすいキラキラがあるの、ここ、あ、ここか。うわ、なんだこれ。これでなんか逃げろとか言われたら私大変だな。引っかかっちゃうかも。ほい。うわ、なんで BGM なくなるんですか、あんなに平穏だったのに。ちょっとこれ迷うんじゃないの。おっと、ここはどこ？到着！ここがみそぎ場？みそぎ場？ちょっとこれまず調べるわ。ちょっとこれ大事かもしれない、このワード。あ、みそぎ場で合ってるわ。よし。ここがみそぎ場だよ。あー、綺麗なところ。ねえ、さなえちゃん。おばあちゃんがここに私を連れてきたってことは。うん。みそいで体を清めてこいってことじゃないかな。そういえば、イッサさんも私の体の中に汚れがって言ってたよね。そうだよね。それにおばあちゃんが言ってた、私をここまで連れてきてくれた人って？それじゃあ、私はここら辺散歩してくるから、お姉ちゃんはのんびり使っておいでよ。うん。これ水？お湯？ごゆっくり。水だったら結構寒いんだけどな。うん。お湯か。あ、冷たいか。水だった。冷たい。けど、なんだか不思議な感じ。心地よくてふわふわする。お、現れるか？あいつ。最初に出てきたあいつ現れる？お、また回想シーンだ。こんにちは、いつものお供え物です。お前さんはいつもおむすびをくれるね。え、そうですか？だって美味しいじゃないですか。おかげさまで今年も豊作で、村のみんなも喜んでいます。時神様のおかげだって。そうかい、そうかい。いつもお前さんからおむすびをもらえるのは私の楽しみだからね。いつも村を見守ってくださりありがとうございます。私でよかったらまた持ってきますから、これからもずっとずっと見守っていてくださいね。あ、私は見守ることしかできないけど、次にお前さんが来る日を楽しみに待っているよ。心底辛いのだ。あー、綺麗な朱色、これ私にいいんですか、こんな高価そうなもの。もちろんさね、お前さんみたいな美人によく似合うさ。それとだ、ん？その紐飾りには汚れを払う力を込めておいたからね、しっかり持っておくんだよ。汚れを
ああ、お嬢ちゃんに危険があった時には、その紐飾りが汚れを払ってくれるさね。ありがとうございます、時神様。そうだそうだ。代わりと言っちゃなんだが、その時神様って呼び方、やめてくれないかい？名前、嫌なんですか？勝手につけられた名前なんだが、私にはもうちょっと洒落た名前がいいね。そしたら私、次に来るまでに考えておきますよ。とびきり素敵なもの。ああ、よろしく頼んだよ。楽しみだね。はい。ここで会話がわかるんだね。時神様。今日は遅かったね。来るのを心待ちにしていたんだよ。時神様、私、どうすれば。そんなに急いで、どうしたって言うんだい。ごめんなさい。もう私、ここへ来れないです。どうしてだい。そんな寂しいこと言わないでおくれな。ごめんなさい。ごめんなさい、時神様。いたぞ、こっちだ。早く捕まえろ。私、もう行かなくちゃ。待ちな。一体何があったって言うんだい。今までありがとうございました。お話も、いただいた紐飾りも、ここにいる時間が私、今までで一番幸せでした。おい、そんなことを言うんじゃないよ。最後に私、これだけ伝えたくて、考えてきたんです。お約束した時神様のお名前。あなたといると、ほっとするから。イッサ、なんてどうですか？素敵な名前でしょ？きっときっと大丈夫ですよ。おむすびには縁と縁をつないでくれる力があるみたいです。えにしが導いてくれますから。だから、嘘だ、こんなの嘘だ。私のせい。私にもっと力があれば、村の飢饉を救えたはず。村のみんなを、あの子を救えたはず。私が人の子だったら、何かを変える力があったはず。何が時神だ。何がうぶすながみだ。私は誰も救えないじゃないか。私は、疫病神じゃないのかい。木の葉。さん、木の葉さん、今の記憶は、そうか、そうだったんだ。やっとわかった。私、お姉ちゃん、お姉ちゃん、大変だよ。どうしたの、さなえちゃん。近くに天道隊の人が来てるんだよ。ここにいれば見つかっちゃうかも。じゃあすぐにおばあちゃんの家に戻ろう。うん。ちょっと待って。鼻かわせてください。ダメだ。つらい。
よし、行きましょう。もう喉ガラガラになってきた。これは？狭いけど先に進めそう。でも今は早くおばあちゃんの家へ戻らなきゃ。オッケー。こっちは先に進める場所なんだね。よし、戻ろう。ちなみに上って何だったん？お、しずる、貴様、自分が何をしたか分かっているのか。お、おお、人の子を逃がし、天津さえ捜索を出しても見つからないと来ている。天道隊は規律、定め事を大事にしていることは、お前も分かっているな。はい。それを破った者には、それ相応の罰が下されることも、分かっているな。お姉ちゃん。私が留置所から逃げちゃったせいだ。お姉ちゃん、あの人、助けたい？うん。お姉ちゃんは、困って泣いてた私のことも助けてくれたよね。お姉ちゃんはそこにいて、私に任せて。さなえちゃん？しずる。私は新人のお前がそろそろ責任のある役割をと思い、あの人の子を任せたんだぞ。誠に申し訳ありません。俺は必ず人の子を見つけ、黙れ！いいか、しずる。この責任、取ってもらうぞ。天道隊さーん！助けてください！道に迷っちゃって、お家に帰れないよー。こんな時に、待っていなさい。今そちらへ行きますから。早く早く。このバカは放っておいて行くぞ。はっ。すごい。くそ。誰だ。あの時は逃げちゃってごめんなさい。そのせいで、しずるさんが。先ほどの娘をけしかけたのは、貴様か。ごめんなさい。余計な真似を。貴様に逃げられたのは力が足らなかった俺の責任だ。貴様が心配するようなことではない。それより、よくのうのうと顔を出せたものだな。俺に見つかったらどうなるか、想像もしなかったのか。私、留置所に戻ることはできません。助けたい人がいて、帰らなきゃいけない場所があるんです。だから自分を見逃せと。はい。少子千万。何を言うかと思えば、ちゃんちゃらおかしい。天道隊は規律、定め事に基づいて動く。道場、市場、ましては貴様のわがままなんだで動くか。さあ来るんだ。嫌です。わーお、クロな。わーお、クロ。俺の邪魔するな。お待ちなさい。誰でしょう。誰ですか。おばあちゃん、お待ちなさい。その子に手を出すんじゃないよ。おばあちゃん。戻ってくるのが随分遅いと思えば、まったく。話は全部さなえちゃんに聞いたよ。いいかい、天道隊は規律やルールを守るんだろ。それがどうだい、今のあんたらはたまたまと勝手に理由を押し付けて、可愛い私の孫を拘束しようとして。
天道隊の規律ってのは、助けられた霊もまともに言えないことなのかい？人としての筋より、くだらない定め事を優先してどうするの？そんなんじゃお釈迦様が泣くよ。おばあちゃん。あなたは、キヌさん。なんで顔をあからめてるんでしょう。おばあちゃんのこと知ってるんですか。知ってるも何も、キヌさんは親切キヌちゃんと有名で、ですがキヌさん、俺にも立場というものがありまして。おだまり。なら本当にひな子はたまたまなのか、天国への抜け道の鳥居でしっかり確かめてみればわかるでしょう。わかりました。彼女の監視をする、彼女の監視を担当する者として最後までお付き合いいたします。行くぞ人の子よ。私の孫は人の子なんて名前じゃないのよ。はい、キヌさん。行くぞ、ひな子。おばあちゃんって、天でもすごいんだ。はい。あらー、もうおばあちゃん、好き好きだー、好きだなー。好きですなー。じゃあ、おばあちゃん家に行けばいいの？どうしたらいいの？とりあえずおばあちゃん家に行けばいいの？セーブさせてほしいんだけど。とりあえず。はい。さなえちゃん！よかった！お姉ちゃん無事だったんだね！うん、さなえちゃんのおかげだよ。おかげさまでこの通り。あの後おばあちゃんも来てくれたんだ。さなえちゃんが話してくれたって言ってたよ。うん。天道隊の二人を巻いた時にね。巻いただって、すごい、ちっちゃい子が言うセリフじゃねえ。おばあちゃんが心配してこっちに向かってるみたいだったから話しておいたんだ。えらい、すごい、賢い。えへん。それよりお姉ちゃんはこれからどうするの？あ、そうそう、おばあちゃんと天道隊のしずるさんが話しててね、天国への抜け道の鳥居で確かめるって言ってたんだけど、私もどういうことか分かってなくて。私もちょっと分からないけど、お姉ちゃんが行くなら一緒に行く。嬉しい。一緒に行こう。うん。そんなみんなで一緒に行って大丈夫なの？人の子たちはもののけにならないの？一回天に登ったら、もののけにならない。そんなことないよな。天人様は、もののけになっちゃうけど、人の子たちは、もののけにならないのか？でも、ひなこちゃんはもののけになるみたいな、なんか言ってた気がするんだけどな。あれ、よくわかんないな。で、どうしたらいいんだ？どうすんの？天道隊の方に行けばいいの？いけないわ。どうすんの？こっちか、あれだ。なんか行けなかった方かな。そっちは森じゃないよーって言ってた方？こっち？行けない。行ける。あれ、行けない。どこに行けばいいの？おばちゃん、どこに行けばいいの？首が痛くなってきた。こっちに出るんだ。なるほど。こっちだ。こっちか。あった、光ってる。なんか道急に狭くなったね。どうした？ほい。一本道だね。ほい。あれ、いけない。なんで？あっちか。森の、
あの、ここ狭いけど通れそうって言ってたところかな。違うかな。あれ？ここは何だったの？この光ってるのは何なの？一回行ってみようか。じゃあ、あの、みそぎを、なんか、みそいで来いって言われた方に。この BGM が突然なくなるの怖いんだから。怖いんだから。怖いんだからやめてよねー。いけるかな、こっち。ほい、あ、いけるわ。なにここ。なにこれ。うん。え、びっくりした。でっか。あ、あれこれ、イッサさんがさ、なんか耳につけてなかったっけ？あれ気のせい？なんかどっかにつけてた気がするんだけど。この赤い紐飾り、どこかで見た気がする。お、あ！あら。あ、この紐飾り、イッサさんがキノハさんにプレゼントしてた。あ、ええこれ、二択なの？持って行ってもいいの？こんなところにペッて置いてあるやつ。これ外したらなんか、大暴れしない？大丈夫？持っていくよ？持っていくよ？これなんか、イッサさんを元に戻すみたいな方法がもしあるとしたら、これがキーな気がする。持っていこう。よし。手に入れた。で、ここは、これ以外何もないから、じゃあ行こうか。で、あそこのあの光ってたところに行けばいいのかな？その前にあの私はセーブがしたいんだけどね。セーブがしたいんだけどね。キヌちゃんち行きたい。あれ BGM が流れた。キヌちゃん。てかみんなあれなの？今ひなこちゃんと一緒に行動してんのかな？もう一心同体になりすぎてさ、わからないのよ。今誰と一緒に行動してるのか。今4人が一心同体になってるってことでしょ。待って、どっかにさ、分岐なかった？多分これだよね。ファイル1がさ、その人のことが大好きなんだねとかって言った選択肢があるところだと思うから、ちょっとファイル2にしましょう。で、ファイル5が、持っていくか持っていかないかの選択肢のところだから、ちょっと後で持っていかないの選択肢も見てみたいが、持っていかないだと先に進めないのかな？よし、行こう。ドゥン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 。あ、こっちだったんだ。上に行けるんだ。なるほど。で？はい。着いたぞ。ここが天国への抜け道だ。ここが、立派な鳥居、こんなところがあったんだ。ひなこ？何？おばあちゃん。この鳥居をくぐってみなさい。え？この鳥居はね、死んだ人間は通れないの。もちろんおばあちゃんも通れない。キヌさんの言う通りだ。天国と天や俗世、別の世は死者は行き来できない。例外があるとすれば、神と天道体と死んでいない人間だけだ。そしたら私はお姉ちゃんについていけないの？ああ。ああ、そっか。ひなこがここを通れたら、たまたま天国へ行ってしまった死者じゃないと証明できるのよ。もしひなこが生きた人間だと証明できるなら、天道体の世の均衡を保つ役目として、俗世までの道を案内する。本当に？だが、貴様が死者としての証明をされたのなら、わかっているな。それじゃあ、もし私がここを通れなかったら、本当に死んだってことなんだ。もしそうなら、私、元の世界に戻れないし、イッサさんも助けに行けない。
悩んでる場合じゃない。泣いてるだけじゃ、悩んでるだけじゃ前に進めない。私は、一歩踏み出さなきゃいけないんだ。トールターン！死んでない。ひなこちゃんは死んでないよ。あ、よかった、ひなこ。お姉ちゃんすごい！おばあちゃん、さなえちゃん！どうやら、お前の勝ちだな。私、まだ生きてる。生きてるんだ。しずるさん、私、天国に行く前に聞きたいことがあるんです。なんだ？天に、木の葉さんって女の人はいますか？桃色の着物を着ていて、探しているんです。いや、聞いたことのないなだ。でも、ここにいるはずなんです。いや、そんな名前は私も聞いたことはないよ。私も聞いたことないな。でも、嘘、イッサさんはキノハさんに会いに天へ行こうとしてた。彼女がいないなんてそんなことないのに。ひなこ、時間がないんだろ？そろそろ行った方がいいんじゃないのかい？うん。私がひなこを助けられるのはここまでだ。あんた、ひなこを頼んだよ。はい、キヌさん。ありがとう。少々荒っぽい交渉をしてしまったけれど、ひなこは私の大事な孫娘なの。だから、どうか、よろしくお願いします。それじゃあ、ひなこ、天国へ行く準備はいいか？いいよ！うん。お姉ちゃん！さなえちゃん、ここまで私のこと助けてくれて、本当にありがとう。さなえちゃんがいなかったら私、ここまでたどり着けなかったよ。私もお姉ちゃんに助けてもらったもん。だから、私もありがとうだもん。お姉ちゃん、絶対、お家に帰ってね。それで、たくさん美味しいもの食べて、たくさん好きなことして、たくさん、生きてね。うん。ひなこ、元気で。おばあちゃん、ずっと、これからもずっと好き、大好きだよ。うん、おばあちゃんも、ひなこのことが大好きよ。Z だよ。うん。ずっと忘れないよ。だからおばあちゃんも、私のこと忘れないで。うん。行っておいで、ひなこ。うん。成長した孫娘の姿を見れるなんて、私は幸せ者。ぼちぼち、次に行こうかね。もしかして、お姉ちゃんが探してた木の葉さん、次に行っちゃってたのかな？ついてこい、ひなこ。もたもたして遅れるんじゃないぞ。はい。
ちょ、待って、あの、鼻をかみたい。ごめん、何回もカットしてごめんなんだけど、鼻をかみたいです。もう、隣にティッシュの山ができてるよ、もう。行きましょう。この階段を降りたら、イッサさんに会える。イッサさん。行こう。あの滝で見そいだおかげで、私やっとわかった。私が受けるはずだった汚れを全部受け持ってくれたことも、イッサさんがいないのに時の記録ができたことも、小さい頃迷子になった私を助けてくれたことも、私がイッサさんの記憶を見れたことも、全部木の葉さんのおかげだったんだ。ずっと私の中で私のこと助けてくれてたんだ。このままだなんて絶対に嫌だよ。待っててね、イッサさん。次は私が助けるから、絶対会いに行くから。おい、もたもたするな、どんくさいぞ。はい。行くぞ。長いっ